よーし朝だ。なんか屋根があるとこで休んだけど、これ危ねえなこれ。寝床としては結構危ねえな。うん、おー何の音だ。たまにポチャーンって音がするんだよね。あー、このタイヤかな。やめてくれタイヤ。あー、おっとラットが上がるな。あー、でもこの橋の先気になるな。橋の先は本当にまだ行ったことないとこだからね。こっちら辺は行ったことあるけど、うん、ここら辺がどうなってんのか気になる。よし、じゃあ水に落ちないように行こう。こういう時は装備をしまっていった方がいいね。よいしょ。おお、危ない危ない危ない。やるやる、子供の時こういうの。ふっオッケーオッケー。敵がいないね、平和。うん、なんかここら辺にもなんかお宝が埋まってそうな気がする。そんなことないかな。めっちゃうるさいなこれ乗ると。オッケーオッケー。通りにくい、ここ通りにくい、通れない。すごいなこの瓦礫感が。はあ、あの煙なんだ本当に。たまに煙が出てんだよ。この高速通り沿いに行けば OK かな。あ、この煙はあれか、有害な何かが出てるとこだ多分。あんま近寄らない方がいいわ。でそろそろあの八尾具合が出てきそうで怖い、ここらへん。八尾具合って名前すごい覚えたわ。危険なやつの名前ほど覚えるな。あ、発見してない地帯があるぞ。左下のとこに出てる。この先にあるな、なんか。武器構えとくか。ライフルでさ、一発って、なんか、やっぱ遠距離で一発撃てるのってでかいから、ライフルで一発狙いたいな。一発目はライフルで、その後はアサルトライフルとか。別のやつで狙おう。あ、この車の中なんかあるぞ。おお、すげえ、めっちゃある。物色。空か、結構空だな。一個くらいは、あ、入ってるぞ。ダーツ、うん、しょっぱい。タバコのパック、うーん、しょっぱいな。あ、でもここら辺はなんかあるだろう。ロック、地雷ボックスか。ちょっとノーマルが一番苦手なんだよね。あ、もう結構シビアだよなノーマル。なんでだろう。他は空だな。グレネードボックス、地雷ボックス、うん、爆薬系がめっちゃ手に入った。よし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 。そしてまだ発見してない場所がここら辺にあるな。あれかな、あれ、なんかでっかい倉庫みたいな。ここら辺は地図で言うとどこら辺だ。あ、でもまだ来てない場所だな、通ってない場所だな。敵はいなそうだけど。いる、どこだ。いた。これズームできないんだな、これ以上は。あれ狙ったらかっこいいな。狙ったらじゃない、当てたら。狙うのは誰でもできる。あ、バレたバレたバレた。オッケーオッケー、来い来い。近いな、重いのか。そっちじゃない。ちょっと待って待って待って。お前の死ぬ。スコープ、スコープをこう離したらめっちゃ近くにいる現象。オッケー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 。グレネードグレネードグレネード。死んじゃう死んじゃう死んじゃうよ。くっそ。よーし、オッケーオッケーオッケー。あの車爆発すると思ったんだよ。なかなか時間かかったけど。オッケーオッケー。そこになんで棒立ち、棒立ちで。どうした。
よし、まだいるな、めっちゃいる。あとどこ行った。うおお、避ける。オッケーオッケー、めっちゃいるな。誰と戦ってんだ。とりあえず狙っとこう。あー、もったいない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 。近くにいるんだよな、なんかこの裏にいるな。ちょっといて、あのライフル使いやばいな。どこ行った、そっち行ったか。また別のやつだ。くっそー、あれこいつか。ライフル持ってるぞ。よし、まだまだ3人いるぞ。行って来た。くそ、死ぬほどいるな。よし、あと1体、あと1体か。みんな自分から来てくれるな。なんかあそこにいる。あー狙ってるわ。ずる、あいつ、あいつ置いてるな。痛い。くそ、これは近寄ったもん勝ちだ。壁の跳ね返りを利用しよう。オッケー。間違えた、最後間違えた、最後の間違えた。よし、最後は自分の。オッケー、壁狙ってる。あれ HP 残ってんな。くそ、回復したくない。回復したくない意地がある。あいつマジで今までのやつと違うぞ、動きが。この裏？よっしゃー、待て、水を刺す。さあ、復讐の時がやってきましたよ。いや、前回は正直マップも把握できてないし、あんな大勢でいきなり来られたらそりゃああなるよっていう。ただ今回はもっとクールに行こう、もっとスムーズに行こう。アサルトライフル、アサルトライフルを持ってガンガン近寄っていこうかな、今回の作戦は。今ね、スナイパー系の武器をほとんど持ってないから、遠くから撃たれたらもうどうしようもできないんだよね。お、レーダーに反応が早速1人。そう、あそこにいるやつが怖いんだよ。あの車の中からずっと出てこねえんだよな、あいつ。右にもいるな。どっちから行くか、どっちから行くから行くべきかはちょっと。あー、でもこの上やっぱここが手いて、クソ、ファーストショットをやられた。よし、来い。あの車のあたりから動いてくれないんだよな。グレネードを投げてみるか、1個。命中率がゼロ。ゼロ。ダメだ。やっぱあそこの車の中にいるやつらはどうしようもできねえな。ちきしょう。あっ、いや、無理だな。ダメだ。ここは、どうするか。
どうするか。まるで変わってない前回と。一緒だ前回と。同じだ。あいつマジで。お前マジか。すげえすげえ近寄ってくる。だなヒーロー。やめてやめてやめて。よし。次が来た次が。よし、ダンスだ。ダンス。レッツダンス。あーちょっとずるい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 。よしもらった。よっしゃー。ああ服だけもらってこう。あれは嘘だ。ハンティングライフルいいね。そして、あ、まあ、重量がちょっとやばい。重量も、合わせとこう。合わせられるやつも減ってきたな。どれも状態が良くなっちゃった。よし。まだまだいっぱいいるぞ。よし。あと3、4人はいるでしょう。今2人倒してどこだろう。やっぱあの車か。おお、いた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 。狙うか。もう狙うしかないな。こっから全然当たんねえ。おお、めっちゃ一発だけ超急所に当たった。あいつが出てきてくれないとな。おお、なんか一人横切ってった。くそくそ。あそこにグレネード投げたいな。あー、やっぱ遠すぎると投げれねえんだ。本当に投げれないかな。ふっ、ちょっと同時に投げ合ってるじゃん。二人で投げ始めるキャッチボールみたいな。ちょっとちょっとちょっと。オッケー。この距離なら勝てるんだけどな。上半身出してても丸出しでも勝てる。うおー、やばいやばいやばい。どうしようあいつは。ムキムキになって突っ込むか。それしかもう手はない。よし。あー、中毒になっちゃった。よっしゃ、特攻だ。避けろ避けろ弾丸。ぬっぬっ、はっ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 。ぬっ、当たらないよ。いてよし、やっと倒した。まだいたよな、こいつだけだったっけ。いて。まだ二人もいる。多いな、やっぱ。おお。いっぱいいる。やばいやばいやばい。あっ、ちょ見えない。なんかすごい見えない。すごい目がかすむ。すごい画質落ちた。エンコードミスだ。あと一体どこ？あ、この上にいたな、そういえば。この上にいたけど降りたな。この中にどうやって入るんだろう。入り方わからん。こっちから行けるか。見つけるぞ。ライト消してしゃがむ。ここから入れんじゃね？あんま正規ルートではないと思うけど。裏口。入れんよ。はまったはまったはまった。やばいやばいやばい。
やばい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 、一生こっから出れないよ。どうしよう、マジでやばい。いっそ殺して、いっそ殺して、出れないよ。くそ。あいつ気づいた、助けてくれ。もう怒ったぞ。バファウト、ヤオグアイ、モルパイン、アイアン、ターミネーター、ターミネーター。ちょっとリロード中はなしだろ。ずるいだろそれ。おお。よし、オッケー。こんにちは。弾丸、弾丸どうですか。もうやがた、そんなことしてるぜ。ごっこじゃないから、壁にぶちかかってやるぜ。よし、終わったか。あ、やったー、レベルアップ。うわー、やばかった。あれ、レベルアップのあれが出ないぞ。終わったか。あー、マジでやばかった。めっちゃ倒した。めっちゃ倒したわ。今までにないくらい倒したわ。この一瞬で何人をやったことか。もうここら辺の、ここら辺のなんか悲惨な、悲惨な事故現場だよこれは。よし、しかしみんなアイテム持ちすぎてるな。ありがたいけど、ありがたいけど一回帰らないといけなくなっちゃうから。ショットガンもうボロボロだわ。他に合わせられるのは、オッケーオッケーオッケー。ちょっと軽くなったね、アサルトライフル。リペア力も結構上がって、即席でその場で修理できるね。超軽くなった。大事、リペア大事。ショットガン、そしてあとはまだいるよね。やばいな、何人やった。あ、今来た、すげえ時間差できたな。びっくりした今、かなり時間差だったな今回。リペア、ああそうだ、サイエンス、サイエンスがもうこれで70、サイエンスマックスにしといた方がいいかな。でもどうするか、サイエンスはプラス10服でできるから65にしとく。65にしといて服でプラス10できた気がするから、それで75のとこは開けられると思う。で、なんかリペアが60にしといた方がなんか中途半端じゃなくて良いから。で、あとはちょっと最近弾丸が弱くなった気がするから、スモールガンを久々に上げていこう。 OK。 そしてさあ、大事大事、レベル12。これ前もあったっけ？前なかったね、これ。ロボットに与えるダメージが 25% 増加して、敵のロボットに近づく、敵のロボットに気づかれずに近寄って操作することで、活動を永久に停止させる。へぇー。でもロボット限定か。ロボットを全部味方にできたりするならちょっと欲しいかもしんないけど。これ何？ミスティックパワー、スニーキング中に死体を調べることで不思議な力を使って体力を回復させることができる。どういうことそれ。ただしこれをするためにカルマが減少し、人に目撃された場合は、不審な行動と見なされると。ほん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 。ミスティックパワー、はあ、もうこれ要するにあれでしょ、ゾンビでしょ。絶対ゾンビだよね。不思議な力を使って体力を回復っつってるけど、食べてるよね絶対。はあ、でもいいなこれ。
なんか結構良くないこれ、ぶっちゃけ。あーなんだ、でもこっちのがいいじゃん。こっちが魅力的に見えたけど、こっちのがいいじゃん。ステイパック使用時に、体力の回復量が 20% 増加。はあ。まあこれ取るくらいならこっち取るわ。これ取ろう。これ取ろう。よし。だって今体力もうやばいからね。ちょうどこんなにいっぱい死体があるから、ちょっとやってみるか。ミスティックパワー。全然ミスティックパワーじゃないじゃん。普通に食べてるじゃん。よっしゃ。本当にちょっと回復した。あと装備ちょっと着とくか、なんか。これ着とこう。あ、ミスティックパワーもうできねえ。一回までなんだ、ミスティックパワーは。一人一回までなんだ。よし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 。ちょっとずつ回復してるわ、ミスティックパワー。オッケーオッケー。ミスティックパワーの力は偉大だな。まだまだいっぱいできるぞ、ミスティックパワー。よし、ミスティックパワー。ミスティックパワー、よし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 。他の動画または新しく投稿された動画をいち早く見たい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要内にある URL をクリックだ。クリッククリッククリックサンダークリックファイヤー。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしくー。